の一種。ミルガイ、あるいはミルク以外とも呼ばれる。季語、三冬。角長15センチメートルほどの大きな二枚ガイで、角氷は暗褐色の殻側で覆われる。体の後ろにある水管が大きく発達しているのが特徴で、水管を殻の中に引っ込めることはできない。水管は黒い皮に覆われており、海藻が生えることもある。この水管に海藻が生えた様が、 ミルを食べているように見えたことから、ミルクイの名がついた。なお、密生した海藻がまるで松葉が集まったように見える。ために、海松と書かれるが、ミルばかりが、水管に生えるわけではない。浅瀬の砂底底に、深い穴を掘って暮らす。日本全国に分布し、主に、瀬戸内海や三河湾、東京湾などの内湾の砂底底に生息する。大きな水管を食用にし、刺身や寿司ネタ、 塩焼きなどにされる。その他の部位は捨てられるが食べられないわけではない。日本産のミルクイは減少し今や高級食材の一つとなっており、一般に流通しているミルクイのほとんどは中国産や韓国産である。白ミルミルクイの代用食材として利用される種に、通称、白ミルのナミガイパノペアジャポニカやアメリカナミガイパノペアゲネロサがいる。ナミガイは、 千葉県の東京湾や兵庫県の張馬灘や山口県のスオー灘や愛知県の三河湾などが主産地で殻付きの生きたものが売られアメリカ並貝はカナダなどからの輸入品が回転寿司などのミル貝によく利用されるミルクイはこれら白ミル貝と区別する意味で本ミルと呼ばれるが少なくとも20世紀末以降の流通量は並貝類の方が圧倒的に多いとはいえ 代用品とされる白グインも大変微妙な海類である。黒田朝礼朝類学者もしくは黒田特米海類学者。ありがとうございます。